こんにちは、あつしです。ポッドキャスト92、93と食べ物シリーズなので、これを続けようと思います。今回はおにぎりです。皆さんはおにぎりは知っていますか？食べたことがありますか？日本の食文化として日本人にはとても馴染み深い食べ物です。日本のコンビニがある国では見たことがある人もいるかもしれません。おにぎりは日本が誇るソウルフードですね。お米と塩、海苔はほぼ共通の食材ですね。具を変えることでバリエーションは本当にたくさんあります。持ち運びにも優れているので、かなり昔から日本の食文化に根付いてきました。そのおにぎりの歴史は日本でいう弥生時代の頃からあります。もう本当にかなり昔ですね。ちょっと何年前って今パッと出てこないですけど、もち米を使っておにぎりのようなものを作っていたところから始まります。日本の昔話にもよく出てきます。おにぎりはいろんな形がありますね。三角形、これコンビニでよく置いてますけど、三角形とか丸、丸型、円盤型、俵型、がありますね。また、最近では握らないおにぎり、おにぎらずというのもあります。これ私見たことないです。食べたことないのでちょっとわからないんですけど、そういうのもあるというのは知ってます。それからおにぎりの食材もいろんな種類がありますね。昆布とか、鮭鮭ですね、梅干し、カツオ、シーチキンマヨネーズ、エビマヨネーズ、明太子、たらこ、高菜、いくらとかですね。はい、本当にいろいろあります。今は他にわかめを混ぜたものだったり、オムライスですね、オムライスをおにぎりにしたものだったり、いろんな種類があります。私は明太子のおにぎりが好きです。それから昆布も好きですね。ネットで調べたら海外の人はシーチキンマヨネーズが好きと書いてましたが、皆さんはどうですか？人によると思うんですけど、もしよかったらぜひ、そういうおにぎりの話もオンラインレッスンでお話ししましょう。ということで今回はおにぎりについて話しました。最後まで聞いていただきありがとうございます。ではまた。